もしもし、ブルーノ？昨日のあれ、どうだった？ああ、ティファか。あれは無理だったよ。写真の解析度が低すぎて製造番号がわからん。惜しい。あの時ヤスラに追われてて、ちゃんと取れなかった。旧世代の金庫は製造番号がわかればすぐ開けられる。写真がダメだったらメモでもいい。って大変だったようだな。大丈夫？よくあること。あの電子ロックを解除すれば一気にブロック Z の中枢部まで行ける。マップから見るとあれが一番安全なルートだ。とにかく気をつけろよ。先週も何人か帰ってこなかったそうだ。レベル3がここまで厄介だとは思わなかったよ。レベル1はもう十分危険なのにね。ブルーノは引きこもりだからな。引きこもりじゃない。家でちゃんと仕事してるスーパーハッカーだ。じゃあな。はいはい。弾薬が足りないな。ちょっとブロックエルに買い物に行ってみよっか。ガンショップはこの先ね。よ、ライナ。ティファちゃん、いらっしゃい。今日も弾補充？ああ、使い切っちゃってさ。ハンターは本当に大変だよね。うん、そうだ。いいこと教えよう。実は最近、配達サービスを始めようと思ってクワッドローターを作ってたんだ。ほらこれ。へえ、すごいじゃない。メールしたらすぐ届けるよ。ぜひ一度試してみて。今日の玉はおまけでいいよ。本当？サンキュー。Thank you.
電波が良くなった。情報によるとキーカードはあの金庫の中にある。今回はちゃんと金庫の製造番号を確認する。見つけた、製造番号。今回はバッチリ。ブルーノに調べさせよう。解析完了。解錠機ができたぞ。 3D プリント用データはメールで送った。これで OK かな。助かった。今度おごるからいい店探してね。当たり前だ。じゃあな。感染者？どう見ても人間じゃないな。戦闘はできるだけ避けよう。